新ユニバースでの基本アクションのおさらいだよ。まず移動、まず移動。ステップ、ダッシュ、ジャンプはブーストゲージを消費するわ。時間で回復するからね。小隊長さんを含めた隊員が全滅するか、制限時間をオーバーするとミッション失敗。次、カメラ、カメラ操作。上下左右にカメラを操作して周囲を確認して、進行方向はもちろん崖の上なんかもすぐに見上げられるよう慣れておいてね。敵機から捕捉されるとヘイト線が表示されるよ。敵の攻撃目標になってるってこと。これが出たら気をつけなきゃダメよ。それじゃあ実際にアクションを試していこう。まずはロックオンね。カメラが捕捉した敵を自動的に追ってくれるわ。それじゃあロックオンしてみて。ロックオン成功。ロックオン、敵機を捕捉。メイン兵装で攻撃開始よ。着弾を確認。ロックオンしての攻撃は基本だから確実に身につけてね。次は格闘攻撃だね。これも基本になる兵装だよ。いわゆる接近戦よ。小隊長、近づいて攻撃を。行け小隊長、切れ切れ。接近戦成功。射撃と対になる基本戦術よ。攻めすぎて敵に囲まれちゃったら回転攻撃で脱出したいところだね。回転、回って攻撃、当てろ。ぜっ、うん、いい回転。それじゃあ次は打ち上げ攻撃だね。敵機を空中に吹き飛ばして無防備になったとこに攻撃。空中コンボ、空中コンボ。反撃もされないからチャンスよ。ガツンとかち上げて。たまや。空中の敵機には攻撃し放題。いろいろ当ててみてね。そのいろいろにはサブ兵装1と2があるわ。モビルスーツごとに兵装の特性が違うからしっかり把握して使い分けてね。ぶっ放せ、サブ兵装ぶっ放せ。これぶっぱ命中。サブ兵装の使用回数は時間で回復するからね。防御もやっておきましょう。ガードすることでダメージを減らせるわ。じゃあシールドで敵機の攻撃を受けてみよう。ナイスガード、ナイスガード。小隊長さんが戦闘不能になるとミッション失敗になっちゃうから修理は忘れずに。でもミッション中に使えるリペアキットの数は決まってるから無駄遣いは厳禁だよ。回復、直せ回復。リペアキットによる修理うまくいったわ。基本アクションについてはこんなもんかな。小隊長さん、お疲れ様。直撃させる。この先でホワイトベースが着底しちゃって、なのにアムロ総長さんが行方不明のままなんだよ。カエさん、先に出ます。ガンタンク発進よし。アヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。こちらブライトだ、早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、ユノ特務総長を祈祷します。アムロ総長は？奴のことはいい、船の直縁に回れ。了解、任されてください。今のブライトノア中に、私たちホワイトベース隊なの？逃がすかよ。逃がすものか。おっと、今度はジオン軍の通信要望者。俺が飛び出す、その間にタンクをやれ。あ、はい、ラルタイ。隊長やりました、タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか、木馬だ。木馬を打ち取らねば我々も
我々の戦いの意味はない。ラルタイってジャンバラルタイ、どうやって防止したの？それに気になると思うけど、今はとにかくホワイトベースへ。小隊長さん、どんどん進め。ラルタイはオデッサ作戦前に戦死したって聞いたから。セリア落ちる。強襲揚陸艦ホワイトベース、迎撃のためのモビルスーツが出てない。ガンタンクはさっきやられたし。ユノ遅いぞ。何やってんの。指揮者からの通信支援を。了解です。支援します。ブライト注意とは初対面なんだけど。話は後。このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。私たちそのオデッサにいたのよ。そこだ。落ちる。これなら一気に撃つ。深く。木馬を落とす。抜かれないよ、お前たち。ザクとは違うんだよ。ザクは。え、別のモビルスーツに変わった。ここは何でもいいか。邪魔する奴は全部敵だ。まさかガンダムなのか。その通りです、艦長。ガンダムバルバトス、本来この歴史にいるべきじゃない。どうしたバルバトス。俺だ。俺は必ず帰るよ。やった、リムーブ成功。これでランマラル隊員のグフを呼び戻せる。そうよ、消えたラル隊やザクはどうなったの。説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。だな、戦いやすい気がする。カエさん、先に出ます。ガンタンク発進。よし、ハヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。残さずかけるよ、俺の全部。これで最後だからな。ペナルホルン側は浮き足立ってる。奇襲は成功。あとは団長さんたちがうまくやってくれれば。オルフなら大丈夫だよ、絶対にやり遂げる。こっから先は行かせねえ。私たちは三日月くんと町へ向かいます。筋肉体で敵を抑え込んで。当然だろ、三日月こそ遅れるなよ。ああ、ここで全部終わらせる。ブルーミッションが成立してるのに足りないデータがあるな。でもシミュレーションは細かい際は出るものなんでしょ。ガンダムがいないとなると話は別だよ。ガンダム決まりかどうか絶対に必要になるピースなんだけど。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。団長気をつけて、何が起こるかわからないみたいです。百も承知だ。鉄火団の未来のためにお前らの命をかけてくれ。突っ込め突っ込め。団長が出れねえぞ。お前たちの思いは絶対に無駄にしねえ。あれ、ミッションデータの異常。団長さん気をつけて。正気か、奴らこんな街中にモビルスーツだと。オルガ、何が起きたの。小隊長、三日月くん、先を急ぎましょう。あー、逃がすかよ。そこちょっと待ってな。はい、さすが。
んなとこにまでモビルスーツを。何をしている！とっとと押し返せ！この橋ってブレイクミッションの時にアフターコロニー時代のモビルスーツが現れたのね。政治ではモビルワーカーしかいないはずなんだけど、どうしてこれだけのモビルスーツが。いいよ、なんでも全部潰せばいいだけだ。ヒマリスのデータが足りないことがブルーミッションに影響しているの。オルガ、アトラ、カントリア、すぐに行く。まだまだ敵機がいるね。片付けないと団長さんたちが危ないよ。心配しなくても、オルガは一度やるって言った仕事は絶対にやり遂げる。気になるけどエラーは出てない。ブレイクアウトするよ。作戦終了っと。帰還するぜ。